はい、こんにちは。これやばい。もう一度見ます。 DS 8本入りの福袋ならぬ1文字袋、学ぶ袋、学ぶ袋、1回1000円なんでね、1000円で8本 DS のソフト入ってるみたいなんですけど、注意書き、何があっても怒らない方、ネタとして受け入れられる方、福袋ならぬ1文字袋、学ぶ DS、 なんか想像できちゃうんですけどね。 DS って頭の体操的なソフトがやたら流行ったじゃないですか。1年ぐらいかな、 1、2年だからね。その時に山ほどソフトが出てるし、まあ多分相当売れたし、あのレトロゲーム屋というかハードオフとか行くとね、山ほど残ってんですよ、そういうのが。まあもう自分からこれは正々堂々と学ぶって言ってるんで、まあそういうのが入ってんだろうなと思いますけどね。もしかしたら全然学ぶにちなんだ違うもんが入ってるかもしれないですね。なんだろう、学校ものとか、まあ学校ものっていうのも難しいけど、学園ものとか、どうだろう、そこら辺入ってたら当たりないような気がしますが、入ってないかな。結構脳トレ系ばっかりかな、わかんないですけど、ちょっと期待しつつ、学ぶ袋だけど意表ついた学ぶが1本ぐらい入ってくるんじゃないかと、そういったものを期待しながら行ってみましょう。チャンネル登録よろしくね。期待しないとね、まあネタだからいいですけどね。袋は開けました。学ぶ袋学ぶ DS、 3DS は入ってないのかな、 DS って書いて。行ってみましょう。僕ももちろんまだ見てないですが、はい、上から行ってみましょう。1本目、脳トレ来るかな。一番最初にあの脳トレが来るんじゃないかな。1本目、それではゲン。あー、 DS 漢字検定トレーニング、イエーイ。これね、微妙に持ってないっちゃ持ってない、ね、ちょっと違うパッケージの、黒いパッケージの漢検はこの前当たったんですけど、これ初めてですね初めてと言って喜んでいいかは分かんないけど。2本目いきましょう。2本目はこちら、ゲン。英語付け、あー持ってない持ってないからいいのかな。まあこれもよく見ますね、このパッケージ。はい、3本目はこちら、でん。あ、これは持ってるやつだ。一瞬ゲームかと思いきやね、パーフェクト漢字計算マスター DS、 これはねこの前当たったやつだ、ダブりました。まあまあいいんだけど。それでは4本目こちら、でん。あー来たー、これだよ、これね。1本であってほしいね2本は同じの入ってないでしょうけど、脳を鍛える大人の DS トレーニング、これはまあ1本目に来ると思ったけどね、多分これ相当売れてるよね。はい、4本目、5本目いきます。5本目、こちら、でん。お、あ、ちょっと面白そうな、脳トレとは言いつつパズルですね。ザ・イラストパズル&数字パズル2ってことは2なのかな、1シンプルシリーズだね、2作なのかな、1が来んのかな、もしかしてこれ2だから、待ち構えておきましょうか。それでは6本目、こちら、でん。あれモットか、これの続編なわけね。脳を鍛えるトレーニングの続編、もっと脳を鍛える DS トレーニング、あー続編があったとは。1をやった人は やってんのかな。はい、それでは残り2本、7本目、でん。お、正しい漢字書き取りくん、かわいいけど漢字をひたすら書くゲームかな、難しい。はい、7本目まで予想通りな中身になってしまいましたが、最後の1本はどうだろう、予想を裏切ってくれるものなのか。わざわざ一番下に置いてありますからね、ちゃんと一番下に入ってますから、何かね、オチがつくのか、それともこのザ・イラストパズル2なんでそれの1が出るのか。最後のオチは行ってみましょう、こちらになりました。でで、かぶったこれだ、漢字検定の、こっちが多分初代ですかね、こっちが完全新作って書いてあるから、まあいいんですけどこんな感じかな。漢字検定が2つ、脳トレが2つ、まあこれも漢字、これも漢字計算、そして英語で1個ゲームっぽい、このねパズルゲームっぽい、まあこれが当たりかなちょっと DS も DS でね、大人の
トレーニングも大人のトレーニングで面白いことは間違いないんだけどな。はい、こんな感じでした。学ぶ袋、名前に間違いなし、ただオチもなかったかなまあいいや。はい、ちょっと今回は僕の負けかな、勝ち負けじゃないですけど、またね、いろいろ手元にも福袋ちょっと溜まってるんで、福袋開封やっていこうと思いますので、よかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた。